試しにさ、打ってみたんだけど、全然当たんないの。全く？全然当たんないんだよ。なんかやった？平井博明のワンナップゴルフ。チャンネル登録してね。体重移動して、ボディーターンして、ハンドファースト。それ俺のせいじゃないね。で、内緒なんだけど、ゆっと怒られるから、インサイドロールに上げて、ショックスもしてんだよね。めっちゃくちゃ言ってるじゃない。それでも紛らけに言うと怒られるから、ね、内緒なんだけど。当たんない。初めてワンナップゴルフ見られた方はちょっとわけわかんないと思うんですけど、これ全部僕が登録にダメだよって言ったことなんですよ。そう、でも登録は覚えたらすぐやるから。それで当たんないって言ってんだ。でもそういう理論入れたら当たんだろうな。まあ多いからね、多いから動画ね、そういう YouTube の動画でよく出てくるやつやったら当たんだろうなと取り入れて。代表的な YouTube 難民。絵に描いた絵に描いたような難民。そう。あ、じゃあ一つだけ、じゃあ俺から言っていい、当たる理論は世の中にありません。ない。ない。当たるようになる理論は世の中にないんです。だって、習えないから、YouTube で勉強しようって。はいはいはい、最近多いよね、そういう方ね。なかなか当たんないじゃん。だからもっと YouTube なんてさ、そういうのってるから、やらない。まあこれやったら必ず当たりますみたいなのをとりあえず入れるってこと。入れたら登録が当たんなくなっちゃったってことでしょ。そう、それ正解。正解。当たる理論は一個もないから。当たる理論ってないんだ。ない。ないの。ない。理論として全てが名付けられるんだったら、一番当たる理論は練習です。練習量。それが一番当たる理論で、動きは一個もない。そう、トール君に合ってる理論じゃない限り、その一個の理論が当たらないの。そう、だからワンナップゴルフは必ず自分を知りなさいって言うでしょ。で、打ちたい球が決まったら、その理論が自分に合うかどうかを試しなさいって言ってるでしょ。そう、それが一致しなかったら、それが当たる理論ってならないの。飛距離もそうよ。爆発的に伸びる理論とかあるでしょ。爆発的に伸びました。そんなことはなくて、爆発的に飛ばなかっただけ。普通になったんだ。マイナスから。したら全ての動きがスムーズなプロゴルファー1000ヤード飛ぶから。爆発的に飛ぶんだったら。そう、同じ人が打ってんだから。そうで、効率よく、例えばプロとかトップアマとか打つでしょ。それ以上飛ぶことってないから。そうか。でもタイトルは爆発的に伸びたっていうと食いつくでしょ。だからそうやって言ってるだけで、爆発的に伸びることは全員やってるから、もしあるんだったら。そうそう。でも今までが本当に飛ばなかったのが普通の距離を打てますよって。だから平井はその方の 100% の飛距離を出すって言ってるでしょ。それができますよってこと。そう。でもそれだけでだいぶ飛ぶんだよ。そうなのよ。そう、そう、当たるとか飛ぶとか、引き出す、要はマックスを引き出すことっていう意味だよね、飛ばしに関してはね。で、当たる理論っていうのはもう自分で当てようとしなかったら当たんないから。そう。当たる理論とかじゃないんだよね。そう。当たっててどうするかみたいなのが理論。そう、言う通り、当たってる球をどうするかだから。そっからだから。当たるとこはもうスタートラインに入ってないからね。入ってないよね。そう。そうなの。当たんなきゃもう話にならない。話にならない。そう。当たってる、もう思い通りにノーマルショットが打てる球を、じゃあどうしようかだから。そうだよね。アマチュアから理論は生まれてないから。生まれてない。プロが。そうプロから生まれてるから。プロが当たるの当たり前だもん。そうだから当たる理論がないの。ないね。そう。ないの。いるでしょ、当たんないって。当ててますかって、本当に単純に当ててますかって。動き適当、構え適当で、本当にクラブヘッドをボールに当ててますかって。
ってこと。まずは、そう、前もこの話したんだけど、三重県から家族で来られた息子さんの方、本当今日始めたぐらいの方が中学生よ。ボールはここで打つんですよってちゃんと最初に言って、そうで、ここをボールに当てるんだよっつってパチ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 当たるわけよ。そうだから、そういうことですよねっていう。何も入ってないかな。そうでも違うんだよね、俺見てると。始めたての方、大人で打とうとしてないんだよね、動こうとしてんだよね。こういう風に動こうとなんだ。そうそう、だから1年経ってもこういう球が出るんだよね。多分その中学生の子、1年経ったら恐ろしい球ですよ、当ててるから。初日でそれだから、だからその当てるか動くか、うん、いい、やっぱゴルフ上手くなる人って当てる、だから当て感が養われる。動こうとしてたらボール飛んでいかないからね。プロは動こうとするのよ。あ、そうなの？動こうとする人の方が多いの。それは基本の次だから、当たる理論がもうないじゃない、当たり前すぎて。だからその次に応用に入ってるでしょ、プロゴルファーが。ね、だから動こうとするので、それをどれぐらいの年月、どれぐらいの球数かけてやってるかどうかなのよ、プロゴルファーがね。入社をこういう風にしたいから動いてるだけです、うん、あ、もう大正解です、大正解です。だからそこがはっきり明確だからね、そこの明確なものを持ってきて、初めて自分がそれに対してどう動いたらその理想に近づけるかっていうのを知ってやってるから。そうだよね。そうだから本当、トール君ごめんね、トール君みたいに動きを持ってきてそう、動きを持ってきて、トール君その動きをやろうとして当たんないのが正解。当たんない、空振りだって。いや、もう本当にトール君ありがとうございます。全部一致できないからやること。そう、多いでしょ。多い、やばいよね。何気をつけてる。そうなのよ、自分がね、重要視しているところがもう分かんなくなっちゃうから、何をねメインとしてやったらいいか。だから本当に動いたところの注意する点っていうのは、気をつける点っていうのは、やっぱこう1個か最大2個だよね。前も動画で言ったけど、そんなね3個もできないと思うよ。でも登録は7、8個平気で入れるんですよ。そう、逆とか関係ないもんね。うん、そう、いいって言われたらものは全部やるからね。うん、そう、だからそれもね、また難しいんだけど。そうだな、だからその当たる理論と飛ばす理論っていうのは、やったからって言ってすぐ効果が得られるわけではない。うん、ってことはもう間違いない。当たる理論に関してはない。まあでもいろいろまあやりたくても当たんないんでしょ、でも登録は。当たんない。当たる方法あるよ。何？何にも入れなきゃいいの。何にも入れなきゃ当たるの。そうなの？そう。入れちゃったから当たるの。それが正解。一旦無理やり頭の中をゼロに戻して、本当に自分の構えたい構えで、振りたい動きでやってみてくださいってこと。何にも入れなかったら当たるの。だから基本が当たるの。何も入れないが一番確率高いから。前に、うん、頭の中をゼロにしなさい。そう、意味が入ってんだ。あ、それはあるかもしれないね。そうだね、うん、頭の中ゼロに。そうそうそう、うん、俺でも本気で思うよ、それは。うん、まずはね、ことを起こすのは当たってからだから、当たる前にやっぱいろいろ入れちゃダメよね。まずは何も入れないショットで、本当80代とか楽勝で出るぐらいなんないと、入れても意味がない、当たらなくなるだけだから。それだったらずっと何もしないまま70代を望んでた方がよっぽどゴルフは上手くなるから。入れなかったら自分の最大限の球を打とうとする動きになると思うけどね、俺は。例えば飛距離もそう、飛ばないんだったら本当に多分学生とか小学生とかにやらした方がよっぽど素直にヘッド動かすと思うよ。そうだよ、思いっきり振るだけだもんね。そう、だからいろいろな知識が先に入っちゃうと、それが邪魔する時もあるから、それは怖いよね。だから本当に当たるものはクラブであって、そのクラブを早く動かしてあげられるようにしてあげた方がいいですね。その前取ったさ、うん、なんか待ってに行くと当たらない、うんうんうん、当たるのとはどういう関係があるっていうか。なるほどね。当てに行くことは手が動くからか。そうそうなの。
そうだ、そうだ、前動画で当てに行くと当たらないってあったじゃない、あれなんかはじゃあ今のと逆じゃんって、違うこと言ってんじゃんみたいな。そうなんだけど、知識が先に入った方の当てに行くっていうのと、頭の中ゼロの人の当てに行くが違うの。知識が入った人の当てに行くってこうやってやるの、グリップからこうやって、そうで、全く、まあ、初心者に近い方の当てに行くってこうやって当てに行くの、ヘッドを、そう、そう、ここが当たるってもうそれしか知らないから、そう、そこの違い、そこでもまた邪魔をしてる場合がある、頭の中がね。そうだから、もちろんグリップ出る方も動きとしてはヘッドを動かすことは知ってるから、考え方を変えたらそれはできるようになるのよ。そう、当てに行く違いが起こってる。だから手を出さないでヘッドを出す、とにかく。そう、ヘッドを出さなきゃダメってことよね。そう、ヘッドで打ってんだから、だからその意識は絶対持ってあげた方がいいですね。で、今回はですね、当たる理論あるのっていう質問からこの動画撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。